JR 東日本によりますと、千葉県銚子市で最大震度5弱が観測された地震で、千葉県内の総武本線、内房線、鹿島線、久留里線、外房線、東金線、成田線が上下線で運転見合わせとなっています。今後線路の状況などを確認し、運転を再開できるかどうか判断するということです。現在帰宅時間となっています。駅にいらっしゃる方も多いと思います。まずは落ち着いて行動をしてください。たくさんの人で駅が混雑していることも考えられるかもしれません。まずは落ち着いて行動してください。